はい、大変お待たせいたしました。株式会社リンクスポーツエンターテインメント、平成25年度、12月決算の報告会見をさせて行わせていただきます。それでは代表取締役社長鎌田慎吾よりご説明させていただきます。はい、代表の鎌田でございます。こんにちは。少しちょっと時間の方が、遅れてしまいまして申し訳ございません。株式会社リンクスポーツエンターテインメント、平成25年度の、12月期決算の、ご報告の方をさせていただきたいと思います。平成25年度、12月期決算の方はですね、増収増益となり、黒字の決算となりました。年度内の興行数が、減少はしてしまったのですが、スポンサー収入と、商造の売上が増加して、また、計画していたですね、去年、計画を出させていただいているんですが、リストラチャリングというところがですね、うまくいきまして、今回増益という形になりました。まずその中で一つ、大きな要因としまして、まずスポンサーの方ですね、こちらの方が、昨年度比、まず金額の方からちょっと聞かせていただきたいと思います。まず売上高の方が、5億6710万1886円、営業利益の方が2179万6010円、経常利益が2309万578円、税引き前当期利益の方が2218万6832円となりました。まずその中で大きな今回増えている部分としましては、まずはスポンサーの方ですね、こちらの方が昨年度比から 104.7% というところで2億9000万全体の構成費としましては約 51% の方になっております。チケットの方ですが、こちらが昨年度より減っているような形になります。今、お配りしているですね、資料の方にある通り、試合数の方が、減少を、去年の1月から、12月までで、試合数を計算するとですね、これだけ試合数が減っているという状況になりますので、その分、チケットの興行収入が減っているという形になっております。続きましてスクールの方ですね。スクールの方は、昨年度より 107% という形で、増加しております。こちらの方は指導内容のですね、質を、向上させまして、その部分で順調に生徒数が、伸びていることが、売上増となった、要因となっております。続きまして、商造ですね、ここの部分が、約、昨年度比すると 184% という形で、こちらの要因としては、選手の契約の方がですね、去年はですね、かなり、早い形で契約ができたというところで、選手たちの、広告 PR とか、イベントでの出演などが、営業機会が増えて、その分ですね、売上の増となりました。グッズの方ですが、こちらも、こちらは、昨年度比 79% という形で減少しています。ここの部分はやはり試合数と、興行数と、紐づいてくるところがありますので、やはり試合数が減ってしまうというところで、販売機会が、少なくなってしまったというところが要因となっております。昨シーズンの、設備投資というところで、T シャツの製造というところを、ご報告させていただいたと思うんですが、こちらの方がですね、他チームや、企業様からですね、注文の方がありまして、こちらが順調に、増加しました。こちらの方が約1000万円の、売上の方があります。続きましてファンクラブですね。ファンクラブの方は、少しちょっと減少になっておりまして、主に、ネイビーメンバー、イエローメンバーという、1万円と3000円の、ところのメンバーですね、これが減少になって売上減と、なってしまいました。全体的に見てですね、今回は、まあ、なんとか去年、赤字という形で終わってましたが、今シーズンは、予定としていたですね、リストラの部分ですとか、スポンサー収入を増やすですとか、計画的にできた部分がありますので、そこで黒字化が実現できたと思います。
はい、25年度の決算報告に関しては以上になります。はい、いくつかご質問を受けたいと思います。最初にお名前を調べていただこうと思っております。どうぞ。下助新聞の桜井です、はい。2点を関してですが、はい、昨年、約2300万円の赤字というところからのスタートだったかと思いますが、はい、一番この赤字解消に大きく寄与したプラス要因っていうのがどこにあったかというところ一つですね、はい。あともう一つ、NBL 開幕しました。で、サラリーキャップというものが、JBL 時代よりも若干下のハードル、まあ、はい、下げられた状態でのスタートになったわけですけど、はい、そのサラリーキャップが下げられたことによる、人件費のなんでしょう、プラス要因というか、はい、人件費が下がったことでのこう良い効果みたいなのがあったのかというところ、ちょっと聞かせてください。はい、まずですね、まあ、今日ね、昨年のですね、その前ですね、が、赤字からの、今回その黒字に転じたという部分は、まさにその半管費、まあ、費用という部分を削減がまあできたというところと、それに伴って、直接的に、スポンサーの収入がやはり増えたというところが、かなり大きな要因かなというふうに思っております。また先ほどあったサラリーキャップの件に関してですが、まあ、サラリーキャップが設定された上で、まあ、それによってサラリーキャップが原因で、その選手の、契約金を下げているというような契約の仕方は特にはしてなくてですね、一応その選手に対しての金、提示している金額を足し込んで、まあ、サラリーキャップに行っていないというような状況ですので、特に、まあ、もちろんそれによって、選手の編成が、もちろん金額の高い選手を、とは契約できないとか、まあ、そういったところももちろんありますが、まあ、そういった意味でも今回は、しっかりと自分たちの意思を持ったそのチーム編成というのを、作っておりましたので、まあ、そういった意味では全体自分が思い描いているそのチーム編成というところに対してサラリーキャップは、いっていないというような状況ですね。はい、はい、読売新聞です、はい、2点お願いします。このリストラクチャリング、はい、もう少しその内容について、はい、言える範囲で説明していただきたいのと、はい、どんなことをされたのか、あとその、選手人件費というのは、費用全体の中でどれぐらいを占めているのかということですか。はい、そうですね、まずは、そのリストラクチャリングというところでいきますと、まずはそこの、選手人件費というところは、大幅に、下がっている部分です。また試合の興行に関しましても、試合会場の、いわゆるそのまあ、かかる、コストという部分を、まあ、少しこう効率化をしたりですとか、まあ、自分外注に頼んでいるものを減らすとかですね、そういったところで、コストを下げるというようなことは、やっております。また選手の移動なんかにつきましても、まあ、県内は今まで、少しその今回試合においても、足利ですとか県内の、例えば、小山ですとか、そういったところも昨シーズンに関しては宿泊をしていたんですが、逆に選手のコンディション等々も考えた上での、決してそれが辛い思いをさせているというわけではないんですけども、逆に県内の移動であれば自分の、自分たち その移動で賄って、でなおかつ、まあ、自分の家でゆっくり休めるような、まあ、そういった形でそういうところも、まあ、しっかりと考えた上での、コスト削減というのは実現できたかなというふうに思います。でサラリーキャップの方ですが、サラリーキャップの方は、どのサラリーキャップいっぱいまで使っている感じなんですか、ね、今ですか。今マックスは使っていない状態ですね。はい、はい、はい、他に
ございますでしょうか。はい、スポンサーのところなんですけど、はい、拡大したということなんですが、はい、これは鎌田社長が拡大した原因はどういうふうに分析してますか。そうですね、やはり今シーズンは一番大きな要因としてやはり小島さんが抜けてしまったというのはもうかなりこのマイナスなところからのスタートというところはあったんですが、まあ、逆にそこの抜けてしまった部分をやはりスポンサーの今まで応援していただいているスポンサーの方々が やはりカバーをかなりしていただいてたというところと、あとは今シーズンに関しましては大田原、足利ですとか、去年やってなかったようなところでも試合をやってるんですね。そこで の小口のスポンサーを、かなり、数的にも取れているというところがあります。はい、かなり営業というか働きかけもやったそうですね、やはり、スポンサー収入は構成費から見てもかなり大きなところではございますので、特性的に僕らの、試合の、で掲載をさせていただく看板ですとかユニフォームですとか、まあ、そういったところにやってもらう、うん、というと、まあ、こんなにそのコストが、かかるというよりはその広告の効果で、いただいている部分がありますので、そういった意味ではやはり直接的にその売上利益に、つながる部分ではありますので、そこの強化は、1人人員をですね、増やして、営業の強化は、今シーズンしたというような状況はあります。この年度は小島さんが入ってるんですよね。25年度に関しましては、シーズンが始まって12月までは入っていないような状況になりますので。12月まで入っていない。そうですね、9月から12月まで入っていない状況ですので。それまでの9月以前のは入ってるという。そうですね、9月、まあ、いわゆる去年の1月から、シーズンまでのスポンサーはまず入っていて、オフシーズンのスポンサーというものもやっていただいてはおったんで、まあ、そこの部分まではやっていただいたという形ですね。はい、女性比かなり少ないと思うんですけど、ファンクラブの減少についてどう受け止めているのかということと、まあ、例えばファンクラブの会員数を増やすためには今の中で社長が考えているということがあれば。そうですね、やはりこう減っているという状況が続いている中で、まあ、正直そのお客さんの今来場者数というところも、まあ大体平均して100から200ぐらいはこう減っているような状況ではありますので、まあ、そこに対する、まあファンクラブに対するそのメリットとかその辺は今ファンクラブの方々からもアンケートを取ったりですとかお客さんからアンケートを取ってですね、よりそのファンの方々が求めているものに、できるように来シーズンはですね、その辺も少し考えてやっています。まあ、価格帯もそうなんですが、その辺も少しこう今は、様々なそういう情報を集めて、まあ、より良いものにですねできるように、したいと思っております。来期から、はい、山形移転が決まってます。ディーライズなんですけど、はいはい、その移転の会見の中で、まあ、鎌田社長さん、はい、まあ、1000万前後の子は、はい、まあ、赤字が毎年出てる、まあ、持ち出しがあるような状態で、はい、まあ、運営してきたんだって話されたかと思うんですが、はい、これ、まあ、今年もこの昨年度に関してもその部分は変わらず含まれているという。そうですね、まあ、もちろんその中でも、ブレックスの方でも同じですけど、そこの中での、
コストを削減するっていう作業はもちろん行ってきましたんで、まあ、そういった意味では今回こう黒字という形では出てるんですが、その時のですね判断というところではもちろんありますし、これが次のシーズンはもちろんそこが、なくなる形にはなりますので、よりそのブレックスの方に、しっかりとその集中した形で、運営ができるんではないかなというふうに思います。リストラの部分なんですが、はい、選手の人件費の削減があったということなんですが、はい、割合でどれぐらい増やせたんですか。金額的なところです。金額的なところは言えないですけど、だいぶ本当に削減はできたかなというふうには思っていると、できたといってもそれ削減していわゆるチームの、強さがもちろん比例もちろんしてくるところもあるんですけども、減りながらにして、しっかりとしたそのチームの強化もできているというところで今回は編成をしたつもりではございますので、そういった意味ではしっかりとしたそのコストパフォーマンスですけども、しっかりと出してるんではないかなというふうに思います。ざっと言って何割減とか、はい、ざっと言って何割減とか出ますか。そうですね、何割とか言っちゃうと、もう見学がもうそれで一緒だと思いますので、もちろん他のチーム等々もしっかりとそのサラリーキャップに応じて選手も集めていると思いますので、そこは僕らも評価の一つの、ものとしてですね、あまり外には出さないように話しています。他に内容でしたら、平成25年度株式会社ミックスポーツエンターテインメントと MS3 報告の会見は以上とさせていただきます。ありがとうございました。